にちは皆さん、堤健二と言います。よろしくお願いします。多分皆さん僕のことを知ってる知らない人の方が圧倒的に多いと思うんで、まず自分の自己紹介から入らせていただきたいなと思います。改めまして堤健二と言います。私は Go アジアトレイルっていう、アジアの、トレイルを情報を発信してる、ブログをですね、5年ぐらい前からちょっとやってまして、でトレラン的自体は、10年以上ですね、やってるんですけども、アジアに走り出したのは2015年の秋ぐらいからですね。はい。そこからまあ今に至って何レースぐらいかな、もう少なくとも10レース以上走ってる形にはなってます。はい。で、今日の、まあ、趣旨ですね、あの動画の趣旨は、まあ、今コロナで、全然、まあ、飛行機も飛んでないし、まあ、レース自体も、まあ、今は現地ではちらほらレースはやってるんですけども、まあね、まあ、来年おそらく、まあ、どっかのタイミングで、自由に行き来できるのではないかなと思いまして、まあ、ちょっと今回、ランプラストレールさんのご依頼で今回この動画を作らせていただきました。はい。で、まあ、まずどういう構成でお話しするかといいますと、まあ、今まで5年ぐらい私が走ってきたレースの中で、まあ、特に印象に残ってていいなと思ったものをですね、取り上げていきたいなと思ってます。でその後、まあ、ちょっと私自身まだ出たことないんですけども、ちょっと走ってみたいレースとかをちょっと紹介できればなと思ってます。はい。でちなみに、ちなみにちょっと2つお話しさせてください。でまず、僕去年の、2月かな、なんか2019年2月に出たこのランプラストレイルのボリューム35の中で、中で記事を書いてます。まあ、もしかすると持ってはる方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、あともし持ってない方、もしかするとどっかでバックナンバー売ってるかもしれませんので、もし興味あれば読んでいただければなと思ってます。であと私は、今年の2月からですね、フランスの、デカトロンのアンバサダーもやってます。デカトロンは、西宮と、千葉の幕張の2店舗でやってますので、もし興味あればまた見に行ってください。以上です。最初に行ったのが香港の、トランスランタオというレースでして、2016年と、2017年と18年と実は3年連続出てます。まあ、特に理由はないんですけど、結構気に入ってて、場所もいいし、まあ、そういうことでちょっと、まあ、初めて参加したレースっていう、のも思い入れもあって、このレースをちょっと、紹介したいなと思っています。でトランスランタオっていうのは、まあ、香港ってすごいトレイルランニングのレースってめちゃくちゃ数があるんですけども、まあ、有名なレースの一つでして、香港のですね、ランタオ島っていう島があるんですけども、島って言ってもね、まあ、香港ではすごく大きい島で、まあ、香港って大きく分けて4つの地域に分かれてて、香港島と、カオルンと、あと深海島、で最後にこの、ランタオ島っていう島があります。でランタオ島にはですね、香港国際空港とか、あと香港ディズニーランドがあるような島でして、まあ、島といっても、まあ結構他 の、 その香港島とか、カオルンに比べると、まあ、そんなビルも全然ないし、なんかすごいカントリーサイドな場所なんですよね。はい。でそこで行われるレースがこのトランスランタになります。でレース、距離に関しては100キロと50キロと25キロの、まあ、3カテゴリーでして、100キロに関しては、23時半スタートだったかな、だから夜深夜スタートで、まあ、いきなりヘッドライト使わないと、走らされるって感じなんですけど、スタート地点がですね、ムイウォーっていう、なんだろう、なんかリゾート地みたいなのがあってですね、小さい。で、ちょっとビーチがあって、そこの近くの公園からスタートっていう形になるんです。で、ゴールもそこですね。
でそこから、まあランタウ島を、完全に一周するわけじゃないんですけども、メインのところをぐるって回るような形になってまして、もちろん走ってる時に空港が見えたりとか、あとは何ていうか漁村、地名はちょっと覚えてないんですけども、確か太陽っていう地名があってですね、そこの漁村の周りとか走ったりとか、あとは、大きい山が2つあって、大きいって言っても標高900m ぐらい、ちっちゃくはないんですけども、低山の山があって、そこを2つ登っていくって形のレースですね。はい、で、ここのレースは、結構気をつけていただかないといけないのがですね、この時期すごい風が強くて、かつ、霧も結構多くてですね、特にさっき言った高い山がですね、2つあるんですけども、そこの山頂付近ってすごい風も強いし、霧もかかっててですね、で、なんかね、僕の友人で、香港の航空会社でパイロットやってる人が言ってるんですけども、その毎年2月か3月ぐらいにやってるんですけど、結構風がきつくて、着陸が結構大変とは言ってるぐらい、結構ヘビーな環境で走ります。で、暑さに関しても、暑かったら20度を普通に超える感じの暑さでやってます。で、僕もね、2018年の時、実は100キロ走ったんですけど、実はちょっと例年よりクソ暑くてですね、熱中症になって10キロぐらいでリタイアしたっていう、ちょっと苦い経験もありまして、そういった意味でも結構印象の深いレースなのかなと思いまして、これをまず紹介させていただきました。はい、次は韓国のチェジュ島でやってます、トランスチェジュです。この大会のオーガナイザーは実はさっき紹介したこのトランスランターと同じオーガナイザーで、香港のオーガナイザーがやってるレースです。で、名前の通りですね、チェジュ島でやってるレースで、実はチェジュ島にですね、韓国で一番、高いハルラ山っていう山がありまして、そこを、登って降りて、であとその、チェジュ島の、中を走っていく、レースという形になっています。で、チェジュ島に関しては、飛行機で、関空からですと2時間弱で行ける、めちゃくちゃ近い場所にありまして、おそらく日本から最も近い海外レースではないかなと思って、今回これを紹介させていただきました。で、最大の特徴というのは、なんといっても、ハルラ山、に登れるっていう、山でして、で実はハルラ山って登れる時間帯が結構限定されてですね、本当に日が上がってる時間帯しか実は登れないんですけども、実はこの大会だけ特別許可が下りてて、夜も登れるようになってます。で、あとは喋っとかないといけないのが距離ですね。距離に関しては、100キロと50キロの2つです、ね。どっちがおすすめかと言いますと、僕は50キロです。僕走った時は100キロ走ったんですけど、100キロはね、レース後半すごい決心がないと思う、ずっと走らされて、真っ暗で、かつ、森の中をずっと走ってるんですよ、ね。で、かつもう景色のないところずっとひたすら40キロぐらい走らされるなんかレースをしてもうなんだろう、で時々走ってて上の方に月が見えるとなんか奇跡奇跡みたいな感じでなる、すごいレースでしたね。で、僕はこのレースの一番ベストな楽しみ方っていうのはですね、やっぱり50キロ走って終わってからチェジュ名物のサムギョプサルを食べるっていうのが一番いい楽しみ方じゃないかなって僕は思います、はい。じゃあ続いて、台湾、2つ紹介していきたいなと思います。まずは、フォルモサトレイルっていう、台湾、僕
実は個人的には一番好きな大会ですね。今まで走ったレースの中では一番好きなレースです。というのは、なんてかと言いますと、本当に祭りみたいなレースでして、前日受付と、レース当日と、あと、翌日はアフターパーティーみたいなのやってるんですけど、その雰囲気も祭りっていうか、もうパーティーみたいな感じで、すごいいい雰囲気の中で開催されるレースですね。で、場所はですね、台湾の島の中腹部にある、プーリっていう、町がありまして、そこでやってるレースで、本当に台湾の島の中央にある、レースですね。で、行き方がちょっと、行きづらいんじゃないかなっていう思いはあると思うんですけども、一応オフィシャルで、台北駅からバス出てたりするんで、それを使えば、確実にアクセスできるようになってます。ただ、100キロの人はですね、100キロとか、あと、すみません、まず距離だけ説明しておきますと、距離は100キロと65キロと42キロと、あとちょっと短いのがいくつかあるんですけど、すみません、ちょっと細かいところ覚えてないです。25キロとか12キロとか、そんな感じでレースやってます。で、僕も、これいつやったか、2018年から、2018年に行ったんですけど、結構その台北駅から その出発がですね、夜5時ぐらいかな、出発で着いたのが何時だろうか、なんか9時とか10時ぐらいに着いてますってところに、高速が混んでて、それでなんか着いて中に何やかんしてたら本当に寝るのが11時過ぎになってしまってっていうのがちょっと正直あるんですよね。なんで、もし100キロとか出る人、100キロだとスタートがめちゃくちゃ早いんで、100キロの人はもうちょっと個別に取った方がいいかなというのが僕の思いですね。なんでそこはちょっとまず、アクセス方法に関してはまた僕のブログとか見ていただければいいかなと思います。で、あとコースですね。コースはですね、台湾のレースって結構テクニカルなコースが多いってよく言われるんですけど、このレースに関しては比較的マシです。レース、サーフェスに関しても日本のトレイルとよく似てて、なんか結構ふかふかしてて、いい感じのレースでして、で、もともとこのコース自体は、先住民が使ってたその古い古道っていうんですかね、を使って、そこを、開拓、整備して、走ったやつの、コース取りをしてるんで、結構普段はそんな使ってる山ではルートではないので、結構ふかふかで走りやすいかなって気がします。で、気候もね、12月によくやってるんで、上がっても20度ぐらいまでしか上がらなくて、比較的結構その森みたいな感じになってるんで、比較的遮るものがあって、走りやすいレースですね。でもね、やっぱり一番のおすすめは走った後のパーティーです。パーティーがすごく良くて、まず、ビールが1本ただでついてるのと、あと豚の丸焼きが食べれますっていうのと、あとは、先住民のダンスがすごく良くて、すごいエネルギッシュで、で、後でみんなで踊れるんですけど、そこの一体感がすごく僕好きで、また行きたいなって思ってるレースの一つであります。はい、もう一つ僕の好きなレースか、好きかどうかちょっと難しいんですけど、めちゃくちゃ印象に残ってるレースとしてちょっとピックアップさせていただきます。ザ・ビースト・トレイルですね。場所はこれも台湾なんですけど、これはどっちかというと台北近郊でやってるレースでして、何が印象に残ってるかというと、コースがむちゃくちゃきついですもうやばいですこれ。距離はね、50キロと25キロと、あと12キロと、8キロとか、もうちょっと短いやつもあるんですけども、僕はこの時25キロ出たんですけど、
もうむちゃくちゃきついです。まあ、25キロのレースだと、まあ、一般的に言うと、まあ、多分2、3時間ぐらいあれば完走できると思うんですけど、僕このレース完走したのに7時間かかりました。なんでか言いますとね、もうコースが超テクニカル、もう上りはもう超急登ですし、で下りはもう、まあ、がれてる上にすごい滑るんですよね。ぬかるんでて、でもう進むのに、なんか歩く区間でいうと1キロ進んで30分ぐらいかかった区間もちょっとあって、もうむちゃくちゃヘビーです。で上りもね、まあ全部じゃないんですけど、もう本当に急登みたいなやつが2キロぐらい続いてるやつがあって、その急登のレベルがもうなんだろう、崖みたいなところがあって、でまあその日本人の友達に どれぐらい勾配あるのって聞かれたときに、僕がよく説明するのは、大阪城の石垣をそのまま登ってるイメージですね。そのレース、そういうところを走る。でしかもこれ5月にやってるんで、台湾の5月って暑いんですよ。普通に30度とか超える気候でもあるんで、まあその台湾より涼しい国から来ている僕たちにとってはもうすごいきついレースですね。であとこのレース50キロでも、トップでも10時間ぐらいかかるぐらいのレースでして、一緒に出てた僕の日本人の友達も10時間ぐらいかかっててですね、しかも僕より圧倒的走力ある人が帰ってきたら足ガクガクになってて、もうなんか大丈夫みたいな、こんなんこれで僕50なんか完走できる自信ねえわって思うぐらい、やったんですけど、まあこれはね、でも正直言うとまた出たいと僕は実は思ってて、っていうのはこんなレース日本にないんですよね、はい、で多分出るとね好き嫌いはっきり分かれるレースで、まあ僕は好きな方かなって気はするんですけど、でも多分半分以上の人はもう二度と出ない、出たくないって思えるようなレースなんですよね。はい。はい、で、あとは、あともう一つ言っとかないといけないのが、25キロは比較的、まだマシなんですけど、50キロになってくると、なんか沢登りとか、もっとヘビーになるとは聞いてます。ちょっと50キロ走ってないんで、どういうコースかはちょっとお伝えができないんですけど、話に聞くと、沢登りだったりとか、もうなんかよりヘビーな、ハードになってると聞いてます、はい、なんでちょっと日本のレースに、なんか生優しい整備されたコースに飽きた方はぜひビーストトレイルに参加しましょう、はい、最後はこれです、中国の、大連100ですね。これは去年の4月に出た大会で、大連っていうのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、まあ、場所でいうと北朝鮮の左、まあ、隣ぐらいにあるちょっとリャオトン半島という半島があるんですけども、そこの、にある、まあ、都市でして、まあ遼寧省の中の、まあ、2番目にでかい都市ですね。で、まあ、大連って結構日本企業が進出してて、まあいうこともあるんで結構日本語の通じる店があったりとか、でかつもともと日本が統治してた時代って最初何もなかったんですけども、日本人が、入ってきた時にすごい金かけて整備して、まあ、立派な街にしたっていうこともあって、結構現地の人にはすごい日本に対してすごいいいイメージを持ってる人が多いイメージです、はい。でまあ、そこで行われるレースがこの大連100です。で大連100の、まあ、僕の一番印象に残っているのはここの主催者ですね。ユーレイさんっていう有名な、まあ、中国ですごく有名なトレイルランナーがいてですね、まあ、日本で言ったらこうカブラビさんとか石川さんぐらい超有名なトレイルランナーでして、まあものすごい人気ありますね。僕も現地行った時にやっぱりその彼が出てきた時 の, その
まあ、他の出場者 その雰囲気反応がすごく段違いにもうなんか、まあ、スーパースターみたいな感じでもうみんなスマホ取り出してあのカメラを撮るような感じ で、まあ、僕もねあの直接喋ったりとか会って少しだけ喋ったことあるんですけどもすごくねあのいい感じの兄さんでもうなんだろう雰囲気で言うとなんだろう、まあ、ちょっと石川さんみたいになんか女性受けするようなかっこよさっていうよりかは男性が好むなんていうかななんか兄貴的な感じの方で、まあ、でも見た目もすごいかっこよくてあの優しい雰囲気を持ってるお方ですね、まあ、その人が主催しているレースで、まあ、彼が主催しているレースって、まあ、大連以外にも中国国内で、レイウルトラトレイルリーグっていう形でやってるレースなんですけども、まあ、おそらく、まあ、一番人気のあるレースではないかなっていうのがこのレースの特徴ですね。で、レースに関しては、100キロと50キロの2つのカテゴリーがありまして、まあ、レース自体は、大連市内の裏山をずっとひたすら走るみたいな感じなんですけど、まあ、あとは最初だけ大連のなんか会場にすっげえ長い、橋があってですね、何キロぐらいあるかな、なんか6キロとか7キロぐらいなんか長い橋があるんですけど、まあ、そこを最初いきなり走って、でそこからまあ大連市内ちょっと走ってからちょっと裏山に入っていくって形ですね。で裏山もですね、標高自体はそんなに高くなくてですね、標高に250メーターぐらいしかない山をずっと上がったり下がったりっていうのを繰り返して、まあ累積でいうと確か100キロで6500ぐらい、でも結構アップダウンすごい激しいレースなんで結構足にきます。ただそんなにテクニカルなコースってないんで、まあ、割と初めて100キロ走る方にとってはいいレースではないかなっていう感じですね。であとは、まあ、さっき言ってたレイさんもですね、ちょくちょくそのあっちこっち の, そのエイドとかに現れて、まあ、ランナーを励ましたりとか、まあ、僕もね一回一緒に写真撮ってくれって言って撮ってもらった写真もあって結構それ思い出になってます、はい。でやっぱ彼あってこそのこのレースなのかなって気がしますね、はい。であと一番気になるエントリーの仕方なんですけど、中国のレースって、結構ねエントリーが難しいんですよ、普通にやると。てか日本人だと多分ほぼ無理って言ってて、でパターンとしては、まあ、一番よくあるパターンとしては日本人のエージェント代理人を通してやるっていうパターンが、まあ、メジャーなんですけど、まあ、このレースに関してはそれをやってる形になっています。でこのレースに関しては、兵庫県に住んでる三宅さんが、まあ、代理人をやってくれてて、まあ、彼もそのツアーとかレースのアテンドとか宿の手配とかも一式やってくれるんで、まあ、それを使って参加されるのが一番いい方法かなと思います、はい。というわけで、まあ、大連ってすごい近いんでぶっちゃけ頼り飛行時間短いんで割と行きやすい部分もあるし、まあ、気候はちょっと日本で言ったら、青森とかそれぐらいの寒さ、まあ、冬になるとマイナス10度ぐらいまで下がるらしいんですけど、まあ、そういったレースもそういった環境で走れるレース、まあ、すみません、レース自体は、4月なんで、寒さで言うとまあそうね、まあ20度はまでにはならないんですけど、ただ結構海風が強いエリアでもあるんで結構なんかこのウィンドシェルとか羽織らないと寒いイメージですね、はい。ということもあるんで、まあ、参加される場合は必ずウィンドシェルとか持って走っていきます。一つはベトナムの、ベトナムマウンテン、マラソンっていうやつと、もう一つが、タイランドバイ UTMB っていうレースがあります。で、まず、ベトナムの、ベトナムマウンテンマラソンに関しては、場所で言うと、ベトナムの北の方にあるサパっていう、まあ、ハノイから車で6時間ぐらいかかるらしいんですけど、そこでやってるレースがあります。でサパっていうのがすごく、まあ、
ベトナム屈指の観光地、まあ、リゾート地みたいな形になってて、まあ、海外でいうと、まあ、シャモニっぽいとか、まあ、シャモニみたいにでっかい山があるわけじゃないんですけど、まあ、あとスイスのアイガーとか、あんな感じの、まあ、なんかそういうリゾート地みたいなのがあってですね、でそこで行われるレースですね。でここのレースの主催は、トパーズっていうあの、旅行代理店、旅行会社が主催してて、結構、まあ、ベトナムのレース出た友人とか、まあ、現地に住んでる友人が1人2人いるんですけども、彼らの話だとすごくレースのクオリティがいい、あの運営もしっかりしてるっていうことで、でかつそのサパ自体すごくめちゃくちゃ綺麗で、もうマジで走ってみたいレースの一つにはなってます。で距離は100キロとか、まあ、42キロと、あと短いのが1個2つあったかなって形ですね。でまあ僕もちょっと走ったことないのでどんな場所かちょっと分かんないんですけど、まあサパってググっていただければ、まあ、写真とか多分出てくると思うので、まあ、それ見ればおお走ってみたいってなると思うんです。で旅行代理店が運営してるんで、空港じゃないな、ハノイからのツアーとかも組んでたりとかもしてるんで、まあこういうちょっとツアーだとちょっと微妙に高いんですけども、3万から4万ぐらいするかな、それハノイからの便なんですけど、まあそれはホテル込みの料金なんですけど、まあ、ただまあベトナムなんて、まあ、英語はあまり通じないし、まあ言語の壁とかもあるんで、まあ初めて行くんであればやっぱりそういうツアーを使った方がいいかなというのが、まあ僕の考えかなと思っています。はい、でもう一つが、タイランド by UTMB ですね。場所は、まあ、これはタイの北部にあるチェンマイ、まあ、チェンマイというタイではバンコクについて2番目にでかい都市があるんですけども、まあそこからちょっと具体的な地理はちょっと僕把握しきれてないんですけど、まあそこからまたなんかバスかなんか乗らないといけないみたいなんですけど、まあでそこにある、まあ、タイで一番高い山であるドイインターノっていう山があるんですけども、ね、標高は何ぐらいかな、まあ、3000はないと思うんですけど、2500とか2600ぐらいの高い山があるんですけど、まあ、そこの周りを走るレースですね。まあ、by UTMB って書いてるぐらいなんで、UTMB が指定してます。で、UTMB って結構、まあ、もともとほら、まあ、シャモニーでやってるモンブラン。の、まあ、本が、まあ、メインだと思うんですけど、最近ね結構アジアとか、南米とかかな、でもちょっとなんか実は UTMB 主催のレースってやっててですね、まあ、アジアだとあと中国でパンダトレイルとか、ガオリンゴンっていう場所でやってたりとか、あとオマーンかな、中東の、まあ、そこでも、by UTMB シリーズのレースをやっててですね、まあ、それの、対バンって形ですね。はい、で、まあ、by UTMB の一番いいところは、これ、将来 UTMB 出たい人は、まあ、ぜひ聞いときたい、耳に入れといた方がいいんですけど、実は、ここのレース、例えば、まあ、100マイル、by UTMB、タイランド UTMB は、まあ100マイルからあって、あと100キロとか、80とか50とか、まあ、そんな感じで、コースが分かれてるんですけども、実はその by UTMB のレースで、ではランニングストーンっていうなんか制度がありまして、でそのランニングストーンを、18ポイントかな、貯めてかつ、まあ、アイトラポイント 10ポイントのレースをかん、合計10ポイント貯めると、抽選枠なしで、次回 UTMB に出れるっていう制度があります。なんで普通に UTMB に出ようと思ったら、まあ、UTMF とか新越とか、まあ、日本国内のレース出て、でそこからポイント貯めてエントリーするんですけど、エントリーしても必ず抽選が入るんで、で1回目の
抽選だと本当に、まあ、外れることが多いんで、まあ、2年3年ってかかるんですけど、ただこのバイ UTMB のレースを使うことによって、まあ、例えばこの100マイルのレース、インターン6っていうカテゴリーがあるんですけど、それを完走するだけでもランニングストーンが18ポイント溜まって、でかつ、あと、まあ、アイトラーポイント4ポイントの、レース、まあ、例えば、まあ、100キロぐらいのレースだから、御嶽とか100とか走ると4ポイント確かもらえるはずなんで、まあ、それ完走すればもう、次回 UTMB に、走れるっていう、まあ、制度がありますので、まあ、それを使ってもらえるといいかなと思います。はい、まあまあ、僕はあまりポイントをあまり気にして走ってるわけじゃないんですけども、純粋に走りたいところを走ってるんですけども、まあまあでもやっぱタイちょっと走ってみたいなっていうのが以前からあったんで、まあ、その中でって言ったらやっぱりせっかくだからやっぱり UTMB 主催のレースに出てみたいなということで、タイランドバイ UTMB をちょっとチョイスしてみました。まあ、海外だとなんかどうしてもイメージつくとやっぱりヨーロッパとか、北米のレースとかを連想される方も多いんで、まあ、そうなっちゃうと、まあ、飛行機代だけで10万以上するんですけども、まあ、アジアですと結構安いです。で、まあ、一番大きいのはやっぱりそのあれですね、LCC が飛んでるっていうのが一番パンチが効いててですね、まあ、ここにちょっと前去年の2月に出したやつ、紹介させていただいてるんですけども、まあ大体、まあ、安くて2万5000円ぐらいから、まあ、かかっても5万しないですね、はい、交通費と宿とか、まあエントリー費はちょっと別途いるんですけども、まあ、エントリー費もね日本よりちょっと安いですね。100キロぐらいのレースだと、まあ、正直2万円前後ですね。日本だとやっぱりレースによっては3万とかすると思うんですけども、まあそれをでかつ結構海外のレースってアーリーバードっていう制度結構やっててですね、エントリーして、まあエントリー受付開始して、まあ、1ヶ月以内とか1週間以内にエントリーするとさらに1割とか2割安くエントリーできるっていう、まあ、そういったことも結構やってたりするんで、まあ、そう使うあげると、まあ、より安く、アジアのレースに出れるのではないかなと思っています、はい。まあ、あと宿か、宿に関しても、まあ、ちょっと香港はちょっと高いんですけども、それ以外の地域って比較的安くて、しかもその日本の宿と違って海外の宿は基本的に一室何度かでお金取るんで、日本みたいにその1人おいくらっていう形でチャージしてるわけじゃない。一室で複数人泊まれば結構安く泊まれたりします。あと物価も、まあ、日本より安いところが比較的多いので、台湾ですと多分2割か3割か4割ぐらい食費とか安いんで、まあ、結構旅費安いかったりもするし、あと休みですね、お仕事休まないといけないと思うんですけど、出るとなると、まあ僕がよく使う手段としてはもう土曜か金曜もしくは月曜日に有給取って行くっていうパターン、だから2泊3日で行くパターンが多くて、それですと全然普通に行けちゃう日程にはなってるんで、はい、まあ、それを使っていただければアジアのレースに参加できるのではないかなと思います。以上です。